家電製品などの中に存在する有用な資源を鉱山に見立てたものである。そこから資源を再生し、有効活用しようというリサイクルの一環となる。地上資源源の一つでもある。1980年代、東北大学専攻精錬研究所の南城道を教授らが提唱したのが最初であるとされている。しかしそれ以前に、航空機に限った話ではあるものの、 北原博士と小賀正夫によって研究がなされており、論文の最後では、航空機以外の資源回収について言及されている。その後、東北大学多元物質科学研究所の中村隆教授らによって、都市鉱山開発のための人口交渉計画などの構想も生まれた。近年の産業界では、レアメタル価格の冒頭などにより、廃棄された。 携帯電話やパソコンの部品から気象資源を回収するなどの対策が進められており、都市鉱山という概念が再評価されている。その地域の産業によっては、下水や汚泥から採算が取れる水準的金属を生成できることがある。都市鉱山という観点から見ると、日本は世界有数の資源大国である。独立行政法人物質。 材料研究機構が2008年1月11日に発表した数字によると、日本の都市鉱山に存在する金の総量は6800トンで、これは全世界の原油埋蔵量の約16%に当たる。銀は6万トンで、これは世界の埋蔵量の22%にも及ぶ。同様にインジウムは世界の16%、鈴は11%。 タンタルは10%と、日本の都市鉱山には、全世界埋蔵量の1割を超える金属が多数、存在する。なおテレビ朝日の番組によると、富山高等専門学校准教授が廃棄パソコン100台分の、金メッキ端子から 2g の金を採取したとのことである。都市鉱山からの金属回収を進めるため、日本は2013年4月に、小型家電リサイクル法を施行している。 童話ホールディングスの小坂鉱山では、家電の電子基板類のリサイクルを通じて金、銀、銅の他鈴、ニッケル、アンチモン、セレンなどの20種類を超える金属の回収を行っている。また、野村鉱山の糸無加工業所では、水銀灯や蛍光灯のリサイクルを通じて、水銀の回収を行っている。国内だけでなく、海外からも廃棄家電を輸入し、 金属を回収する企業も出てきている。日本下水道事業団の実施した汚泥分析調査によって、諏訪湖流域下水道豊田終末処理場で、下水汚泥に金が含まれていることが判明し、長野県はこれを生成して2008年だけで4000万円もの売却益を出している。下水処理場の廃棄物からリンゴを取り出して活用する、取り組みも岐阜市などで行われている。 火葬後に遺族が持ち帰らなかった残酷会には歯の治療や人工骨などで使われた金、銀、パラジウムなどが含まれており自治体では売却域を火葬場の回収費に充てるなどしている現在金属を都市鉱山から取り出す技術としてリサイクル原料に混入した不純物などをバージン剤で無害なレベルまで希釈し原料全体を利用する 希釈型とリサイクル原料から必要な物質だけを取り出す抽出型がある。地下資源の枯渇が懸念されている金や銀などのレアメタルは基本的に抽出型である。現在の抽出型では大量の廃棄物から微量の貴金属しか得られない状況である。そのため取り出した貴金属の価格以内で廃棄物を処理しなければならないという。 経済的困難さが大きな問題である。また、地下資源は限られた地域内で大量に採掘できるが、都市鉱山においては各地に製品として分散しており、一度回収して集める必要があるため、回収、輸送のコストが肥大化する問題もある。都市鉱山を利用するためには、廃棄物回収、資源抽出の低コスト化が必要である。 ありがとうございます。